はい、皆さんこんにちは。ムラボアーティストシンです。なんか今年は横浜はね、すごくこう桜の開花が遅かったんですね。ただなんか咲き出したら一気にこうバーッと咲いちゃって、もうソメイヨシノもう市場ではね、もう流通しなくなってしまいました。でね、これから今ね4月の、これ撮影してるのは4月の8日でしたっけ。日にちが分かんなくなっちゃうんですよね。ごめんなさい、4月10日ですね。もう市場では八重桜しか流通してません。もう桜ってずっとこう彼岸桜とか慶応桜とかね、東海桜とか、まあ、その前に河津がですね、からずっと来て、まあ、宮城とか陽光桜とかでソメイヨシノとか、それで最後にこう八重桜で終わります。でもその八重桜が流通する時期になりましたので、今日はその八重桜を使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。八重桜は割とこう枝ぶりはこう直線的なんですね。なので割と他の花を合わせてアレンジしていく、アレンジの一因として考えていちゃった方がいいかもしれないですね。他のね、こう苔をついた苔の桜とか、まあ、吉野なんかもそうですけど、こうちょっとうねったようなね感じになってるんですよ。ただまあ彼岸桜とか東海桜とか、まあ、慶応桜とか、この八重桜とかは割と直線的な桜なんで、他の風とねこう合わせてアレンジしていくことが多いです。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらのね器で制作をしていきます。では始めます。どうぞ。まず最初に八重桜を入れますね。これ枝は必ずこの下をね、こういう風に平らな部分を切り込みで作って、できればこのナイフで綺麗にこう斜めにね、こうやってカットしておくと止まりやすいです。まあこれで止まらなかったらね、他の止める方法があります。まずは桜を決めていきましょう。はい、こちらで桜が決まりました。はい、では次にこのねシンピジウムのこのちょっと変わった色のねシンピを入れていきます。今回はバッチリ色合わせですね。次にこのプロテアをね入れていきます。プロティアはまあどこまでこう葉っぱを取るか、まあ、これアレンジによって違うんですけど、全部取っちゃう場合ももちろんありますけどね、今回は残します。次にこのドラセナを入れていきます。ドラセナは、まあ、こうパーツにして丸めてホチキスで留めたもの。で、綺麗そうな葉っぱはこういう綺麗そうな葉っぱは長く残して、で長く使いますね。でこう長く伸ばしたやつはこのさらに上の方にねこう使ったりできます。ここでレザーリーファンで少しファンデーションワークをします。おっと、一本八重桜が残ってましたね。こういうこともあります。これはもったいないから入れます。
後からでも入りますからね。今回は N フラワーの縦型、縦型をアレンジですね。ガーベラは必ずこうワイヤーをインソーションして、それから刺します。ここで少しね、このアレンジにこういうちょっと変わった、これねアカシアなんですけど、アクセントをつけます。少しだけキキョーラのラインを入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。八重桜もう多分これで今年は最後になるんじゃないかと思います。もう最初で最後の作品になると思います。まあ通常はいっぱい作ってますよ、僕もいっぱい作ってますけど、なかなかねこう撮影をする機会がなくて、撮影をする機会というか撮影をする時間が今ないんですよね。結構忙しくてバタバタとやってます。ではまた次回は今度は何でしょうね、また素敵なアレンジメントを作るか花束を作っていきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 最近このくだりばっかな。パッチンね、もう痛くなってきたんですよね、指がね。なんで本当はやりたくない、まあやんなくてもいいと思ってるんでしょ皆さん。僕も思ってるんですけど、なんかこうエンディングがね締まりがないんでやってるんですよ今。また新しいねなんかエンディング考えます。期待しててください。